これあれですよ、みんなお疲れ。開店前のあれから時間長すぎて、長すぎた、ね、もうね、酔っ払いで、ね、結構、ね、やっぱね、頭のあれ結構飲んじゃいます ね、 ねダメだ、ダメじゃないんだけど ね、 ね、あれはいいんだよ、ね、あれはあれでいいんだよ、ね、あれはあれでいいんだけど、ね、ちゃんとね、やっぱり8時とかからやらないとこれはダメ、ね、今日何 10時半、でもオープンマイク回った後のレギュラーですから。まだ消えちゃいないよ、ちっちゃな希望、なんとか信じて、信じてほしい。裏切りが続こうが、大切か壊れようと、なんとか生きて、生きてほしい。今日ね、正式にメンバーが増えまして、ちひろちゃんが入ってくれました。ありがとう。土曜日のスタッフのちひろちゃん、青木もスタッフかつ正式メンバーだから、で、ななくんもほとんど言うて完全に毎回いるサポートだからほぼメンバーなんだけど、ニッティはともかくこっちは全員スタッフ枠でニッティも半分マンスタッフということで、スタッフバンドとしてやってます。よろしくお願いします。たった一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。ガキの頃路地裏で見た夜空にきらめいた流れる星を見て、誓った思いを忘れちゃいない。なんか読めねえ、知ったこっちゃねえ、明日なんか見えねえ、ああどうすりゃいいの、誰か助けて。ああ、はいはい、コミュ障です、努力はしたよ。ああ、はいはい、コミュ障です、どんな顔がいいの。あのダブルカセットのなんかこうカセット、はいはい、2つあるやつ、2つあるやつを買ってもらうのがもうすごい、もう頑張ったんです。メタルテープとかね、あの頃カセットテープもいろいろ種類があったんで、そういう、ね、そういうね、分かんない世代が、ね、ご存知の通り僕18歳なんで、あ、だからキングルーの白日をあの父親のステレオでテレビからカチッてやって、いやいや、こっち、もう僕には先にござる。グニュー、グニュー、グニュー、え、わかんない、何ですかそれ。わかんないです。グニューイズノットユニックス、それがキングヌーのってことですか。へぇ、ループしてるっていう意味でグヌー。あー、へぇ、あ、そうなんですね。へぇ、てっきり動物のヌーかと思ってました。いや、僕もそうだと思って、キングヌーってあの、ね、ヌーの王様かと思ってました、ね、いや、そう、僕だから草食動物だと思ってた。何でも話せるよと笑う顔が寂しかった。優しくされると切なくなる、冷たくされると泣きたくなる。上園明人さんもコメントいただいてるんですけども、はい、多分あのポリーチューンさんこんばんはって言おうとしたと思うんですけど、はい、ポリーこんばんはってお友達、友達なのかな。いきなり入って、あ、上園さんとポリーチューンさんがあのなんか、はい、あの呼び捨て申し訳ないですけど、ごめんなさい、変なとこ突っ込んじゃってごめんなさい。まあ、このこれを機に仲良く、ね、仲良くなっていただければ。どうもこんばんは、アスカです。ありがとうございます。ちょっと帽子をちょっと今日かぶる予定なのに、ちょっと私忘れてこのまま出てきちゃって、あ、ありがとうございます。おー、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。これをこっちかな、合ってる、
かなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてた。ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。珍しくね、先ほどのアスカさんから託されました、ね、僕アスカちゃんに言われたら被らざるを得ないですからね。まあそうですよね。まあ今日持ってきたやつをまあパーンってやってとりあえずまあこれっすよね。たかしくんも割といろんな帽子ね被ってますもんね。そうですね、うん、僕大体やるとき帽子被ってる方なんで、うん、僕はアクアタイムズが大好きで、悪く言えば真似をしているっていう。よく言えばリスペクトしている。なるほどね、はい、なるほどなるほど。悪く言えば盗作ですか。まあ一番悪く言えば盗作、うん、一番悪い否定はできないかな。スタイルを真似するのは盗作じゃないから。そう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 、尊敬してる。リスペクトですね。リスペクト、はい、右も左も分からず小道を歩いてみたけれど、まず何からしていいのか全く分からない。そんな時は音楽を聴くのさ。さあおいでよ楽しもう、みんなで輪になって一つになろう。明日のことを考えず、今を大事にしてほしいんだ。僕らはいつでも待ってるよ。今夜も栄ベースへようこそ。絵がすごいことになってるんですけど。これ後ろから見るとこすごい面白いです。こなんか虫ですよね、この光沢感とかね。マレフィセントですよね。はい、マレフィセントです、これ実は、ね、マレフィセントなんです、ええ、その状況でなんかしっとりした歌いられてもなんかもう気持ちがどう追いついていかない、ね、すごいいい歌をね用意してきたんで、これから歌は、ディズニーはディズニーでも、ディズニーはディズニーでも、これアラジンね、魔法の絨毯という、はい、くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、忘れないようになくさないように、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけれど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のこと話したくないんだ。でも私映画はよく知らなかった。さっきちょっと調べたら、なんかほぼさんになれなくて昇進のヒロインが海辺で出会ったマジシャン見習いの。ちょっと待って。ほぼさんになれなくなった人が海辺でマジシャンと出会うって。マジシャン見習い中の彼と出会ってみたいな、一緒に旅をすることになって、ありえんやろと。設定だけで超面白そうじゃないですか。行ってみましょうか。さあ、多分みんな知ってると思いますよ。時は忍び足で心を横切るの、もう話す言葉も浮かばない。愛ってよくわからないけど、傷つく感じが素敵、止め方も知らない。20年も生きてきたのにね。いや展開難しすぎますよ。全然わかんない。怒ってる怒ってる。展開が難しい。この曲ご存知の方手を挙げてもらっていいですか。
前。マジか、大多数じゃないですか。大多数でございます。いやいやいや、でメインテーマやってしまう。メインテーマ。はい。まあ、むしろ映画の方が見てみたいですね。今日はですね、ジブリの曲を、高松さん、バイオリン、ピアノ、セッション。なんで急にジブリだったんですか、今日は。まあ、ジブリやりたいなってパッと思った曲が、魔女の宅急便の海の見える街っていう曲、はい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 、ジャズアレンジのやつ、オールザットジャズだっけ。あ、なんかやりたいなって急にふーっと思って、でそれやりたいなと思ったから他の曲もジブリで揃えようと、うん、そう。なるほど。なんだったらもうジブリで固めたら、なるほど、まあ一つテーマとしてね。そうですね。乾杯。毎度馴染みのワインをソーダで割ったやつ美味しいんで、はいはい、あのディズニーからお届けします。リメンバーミーっていうあの映画が僕も大好きで、うん、ハロウィンの一応シーズン感と重ねて、なるほど、ね、ディズニーランドあんまり最近行ってないんですけど、でもなんか来年から新エリアができるし、え、そうなんですか。氷の穴雪の、穴雪ワールドが、ピーターパンだ。すごいですね。お金あるとこあるんだなっていう。やめてやめて。夢の国だから。まあ、ネバーランドじゃなくて、僕はネバネバランドが好きなんで。どういうことですか。では、Remember Me。Remember Me。お別れだけど、Remember Me。忘れないで。たとえ離れても心一つお前を思い歌うこの歌 Remember Me